はい、それではね、ザ・フレンズ・オブ・リンゴ・石川の続きをやっていこうと思います。今日は、木曜日の25日目ですね。ストーリーが最近ちょっとね、あんまり進まないので、どういう感じかな。勉強はまあね、やっていきましょう。よし。8時。こういう人らって殴れないんだよね。行こう。バイトできひんのかな。ちょっと早めにもう一回ビデオのお店行ってみようか今日。お金稼ぐ手段がねあればいいけど、加入する件は話せないね。イベントが何か進まないのかな。ちょっと朝の体育館行ってみよう。この人も全然進まないよね。コーチ。うん。どうしよう。朝研究していくか。隙間時間をね、埋めていきましょう。しっかり。40分、50分でも間に合うか。10時ぐらいになると、半分超えるとさすが難しいかな。9、いけるか。10、よし、いけ。間に合え。9時50分に入るんだ。3階だ。走れ、走れ、走れ。よし、40分は大丈夫だね。うん。あ、五郎が久しぶりに来てる。すっかり優等生ですよ、リンゴはね。学校ってこんな感じだったかな。どうなんでしょう。あんまり最近マリコと話せなくなったな。よし、リンゴ、またありできるようになるまでどのぐらいかかった？なんでだよ。いい質問だな。またありしたいんだよ。わかるけど、なんでだよ。なんでってどういうことだよ。自分の金玉を床につけたいからだよ。頭大丈夫か、お前。もういい。わけわからんな。アイコンをちょっとこの間変なこと言ったしな。勉強だ。研究だ。よし。よし。60%、65% まで行く。うん。うん。研究は結構ね、上がりがゆっくりで。まあでも 100% になったら終わりだと思うんで、ちょっと先は見えてきましたね。よし。みんなもう授業とっくに始まってるのに普通に歩いてるな。よし、さあ文献です。サボりやがったな、あの二人は。うん、そろそろね、新しい展開欲しいなと思うんだけど、一週間ぐらいあんまり進展がないので、てかいつまで続くのかこのゲーム。それも気になりますけど。トイレとか行ってみる。なんもないんだよね、トイレね。タバコ吸えるっていうだけで。一応屋上行ってまた連れて、このなんもないか。大体なんもないんだよな。シロ、マサル、ゴロ、本は読めない。ここ座れるの。卓球はできるけど。なんもないな。今日は木曜日でしょ。演劇部久しぶりに行くか。じゃあ。よし。こっちだね。図書館はもう本読んだしな、全部。うん。なんも話ないな。話すことない。何も。
怒らないぞ。こっちちゃうのか、こっちから出るんか。よし。ちょっとじゃあビデオのお店行ってみよう。ジムの方だね。めっちゃ早いぞ。1時から12時からって言ってたもんな。受け、一応募集はね。よし。さあ何か買う。まあ変わんないね。 You are ready。 はい、持ってます。何も進展ないな。カフェ買う。うん、変わらないね、これもね。よいしょ。じゃあ今日はまあボクシングジムにしよう。まあ、ここはあと1個で多分終わりだと思うんだけど。うん。やることね、2つぐらいにしとか、3つやるとだいたい疲れちゃいますね。少し休め、うん、で、これで完璧。あ、もうなくなったね。学ぶことがなくなった。カウンターアタックはショルダーロール中にパンチ。ショルダーロールがさ、ないじゃん。わからんけど。まあ使えんのか。まあもう喧嘩でね、ほぼ負けることなくなったんで。いいよ。あっ、じゃあバトルになりそう。ちょっと待って、何してるんだお前ら。お前ら何してるんだ。お前ら何してるんだって。だから。終わった。組めへん、組め、組め。じゃあそこで倒したら取れへんのちゃうか。終わった。よし。うん、こいつらね、ここはしけてるんだね、公園のやつら。ほんと。40円とかひどすぎるでしょ。よし。まあ、懸垂してね。よし。もうこれで、900いくんちゃう？ヒットポイント。だ最初200台でしたでしょ？だったでしょ？確か。300ぐらいだったっけ？余裕だよね。敵がさ、こう、だんだん強い敵が出てくるとか、そういうゲームじゃないもんね、別に。まあ、イベントで強いやつと戦う。たりはする。あ、ちょっと待って、上がらへんかった。くそ。なんてこった。ほんまにギリギリまでやらないといけない。うん、ちょっと分かりにくいんだよねこれもね。よし。めっちゃやってんな。雲がすごい流れていく。おやっと、うん、これで上がらなくなって何回かやって降りると12ね。よし、あ、タバコ吸っちゃうの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。このままさ、もしかしてこのゲーム永遠に終わらないゲームだったらどうしよう。いつまで配信したらいいんだろう。永遠に終わらない高3の秋だったらどうしよう。まあちょっととりあえずは、あれ 9だったね今ね。まあいいか。25日でしょ。まあ1ヶ月経ってどうなるかですよね。31の次はどうなるか。912スピード。うん。
し、まあいいや。こいつらいいし、どうしようかな。お金稼ぎに行こうか。こいつらお金持ってないしな。剣の家やっとこう。うん。いるわよ。はい。家にいるときは話せるんだよね。田中とのことは解決。田中ってもう誰だったか忘れた。いや、あいつ頭おかしいぜ。何か解決しようってタイプじゃねえ。確かにな。でもわかんねえんだ。村川はなんであいつをどうにかしようとしねえんだ。なんでどうにかしようとするんだよ。わかんねえけど、客を怖がらせて追い払ってるだろ。よくわかんねえけど、村川はあそこに行って自分がどこから来たのかを自分に思い出させるために行ってるんだと思うけどな。村川ってバーにいる人でしょ。ヤクザになろうと思ったことはあるか。ねえな、お前はあるのか。真剣にはねえな。真剣にじゃなかったらあるのか。まあ、あの人たちには独特の美学ってもんがあるよな。語ってるの。なんだよ。いや、なんでもねえ。村川の話がちょっと出たんで、行ってみましょうか、じゃあ。バーの方に。こっちこっちこっち。こいつは戦うの。まあいいわ。なんていうのかな、スピードも速いよね。リンゴの方が。レベルアップしてどんどん強化されてんのか。よし。ん？あ、誰かやられてんな、ここ。緑の人。緑のやつはね、全然持ってないからな。この家とか入れたりしない。お？もう両方、両成敗でいきましょう。俺たちは強い。あ！なんでマサルいるんだ、しかも。みんないなくなったぞ。お前はちょっと話。話はできない。ああ、入っちゃった、もう。どうなった、みんな。みんなどこ行ったんだ。消えちゃったな。こいつはいいのか。マサルだけ。話進まないね。時間とかが違うのかな。夜、深夜うろついたりとか、そのうちしてもいいかもしれないね。本読む。マサルこそ絶対読書とかしない感じ。200ページまで読んどきましょう。こんな桟橋で本読んだこととかないけど。こいつ一人でさっきから動いてるの。とどめさしとこう。よし。めっちゃ早い。50とか入るんだもん。レベルアップした。よし。いいや。じゃあビデオの続きでも見ようぜ。この間もう一回見ないとって言ってたから。ブルース、なんだったっけ、スープオブドラゴン、スープオブザドラゴン。よし、画面変わってない。26。あのでっけえやつなかなかの動きだったぜ。ああ、何、2回見たら覚えた。
こういうこともあるんだ。ちょっと面白いですね、これ。よかったね、これ見てね。そうなんですね。キックコンボの最後に上方向なの。ちょっと難しいけどな。はい。よし。そして画面が消える。寝る時間だ。あ、もう勝手に寝ちゃう。はい。じゃあ、そしたらね、今日のところはこれで終わりにしておきます。また次回ね、この続きやっていきますので、よかったらね、また見に来てください。では、これで終わっておきます。お疲れ様でした。